はい、51歳無職、就活ノート、さつき小一郎でございます。私の好きな YouTuber でメット君っていうのがいるんですけれどもね、大阪の西成区に住んでいる、人生再起動っていうタイトルで YouTube をやってるんですけど、その人の YouTube を見ていたら、動画を見ていたらですね、あの飛田遊学がなくなるかもしれないみたいな話をしていたんですよ。それちょっと衝撃的でしてね、あの青春の思い出たっぷりな場所がなくなるっていうのは、これ悲劇ですよね。で、それ伏線見ると、何年か後に大阪万博っていうのがあるじゃないですか。でもって西成のアイリン労働福祉センターが今年の4月の終盤に閉鎖されたんですよね。大阪の汚点みたいな感じでこう解釈されてるところがあるんですけれども、あそこは活力の元でございますんでね。で、大阪の万博をめどに飛田がなくなることになると、あの辺一帯がガラッと変わっちゃうわけなんですけれども、昔はあの辺、私も大阪在住歴5年あるんでちょっと知ってるんですけれども、飛田の外郭あるじゃないですか、壁というかお堀というか、そこにね、ずらーっとこう安倍の側に向かってスタンドバーがあったんですよ。それこそ本当50軒とか100軒とかそんぐらい、もう間口1軒ぐらいのスタンドバー、本当に狭いスタンドバーがあったんですよ。それが何十軒か100軒か分かんないですけどあったんですよ。で、それが安倍野の再開発、もう30年ぐらい前になりますけれども、その安倍野の再開発で全部取り壊しになっちゃったんですね。で、大阪の天王寺、安倍野区の天王寺から朝日通り商店街っていうのが、小さな商店街があったんですよ。古本屋があったりね、あと役者芝居の刀だとか三度傘だとかね、あんなのはこう取り扱ってる 商店とかねあったんですけども、あそこの通り沿いに大きなマンションが建ちまして、再開発が進んで、でなんか妙にそぐわない、あの土地にそぐわないマンションが建っちゃったんですね。あの辺から再開発が始まってたんですけれども、その後見に行ってないんでよくわからないんでちょっと何とも言えませんけども、東京に戻ってきてからも2度か3度飛田を訪れたことがありましてね、でその時は普通に遊んで帰ったんですけれども、当時は料金が1万円かな、1万2000か、30分で1万2000円だったんですけどもね、でもそれがなくなるとなると、今日9月1日最後の夏休み最後の日ですよね。今まさにここで青春を謳歌している人がいるわけですよ、飛田で。最後童貞を捨てようっつって9月の1日にね、そういう再現がもうなくなってしまうんですよね。で、過去の事例から言うと、横浜の小金町、あそこもなくなっちゃいましたね。私は小金町のちょんの間行ったことないんですけども、よく冷やかして歩いてたんですよ。もう何の用もない時にね、ただ歩きに行くだけみたいな感じで、それでもなんか風情が漂ってくるんですよね。中国人だとかフィリピン人だとかね、そっちの、東南アジア系のお姉さんが多かったんですけれど、であれが中田師匠、あいつ嫌いなんですけどね、あいつと芝居もやったことあるんですよ、横浜の野毛の大道芝居で一緒になったんですけどもね、私は一回も喋りませんでしたけれども、その前職の高秀市長の時はね、非常に仲良くさせていただいてね、
私の独演会なんかもね、横浜でやるときは来ていただいてたんですけれども、あの人は非常にいい人だったんですけどもね、それの仇を打つような感じで中田が出てきちゃったんですけれど、あいつの一声で、鶴の一声で小金町のちょんの馬はなくなっちゃった、でなんだか民泊みたいな感じになりましてね、もうもぬけの殻ですよね。ほんと狭いんですよ、部屋が。でこう部屋がこう、家があるとするじゃないですか。そう、出口が、入り口が2つあるんですよね。入り口が2つあって、でこっちからも入れるし、こっちからも入れるようになってるんですよ。でこうやって上がっていくと、こう入り組んで一つの部屋があって、3階建てぐらいになってるんですね。でも本当に狭い部屋で、こうやって横にならないと入らないような、あの廊下というか階段がございまして、で本当にね、畳半畳ぐらいのスペースですかね、畳1畳なかったと思いますけども、そんな中でやるらしいんですけどもね、で私そこをアトリエにしようと思って、あの内見に行ったんですよ。そんでその狭さが分かるんですけども、本当畳半畳ぐらいでね、月3万円だったかな。でクーラーはつけっぱなしでもいいっていう、暖房もつけっぱなしでもいい、その代わり月3万円、これはちょっと高いなと思ってやめたんですけどもね、それが再利用ですよね、小金町のちょんの馬の、だから飛田もひょっとするとそういう風な感じになるかもしれない。あの飛田100番でしたっけ、あの料理、本当の料理屋、料理組合じゃなくて料理屋の方のね、飛田100番だかなんかありましたよね、大きい大間垣の家が、あそこみたいに本当に料亭になっちゃうかもしれないんですよね、それを本当に危惧してるんですけれども、まああくまでこれは、噂話というか、でもありえないことじゃないんでね、非常に危惧してるんですけれども、あの辺一回学生時代に土方のバイトを2年ぐらいやってましてね、掘削したことがあるんですよ、飛田の真ん中を、そしたらユンボで一かき二かきするじゃないですか。そうするともうヘドロが出てくるんですね、でもともと沼地だったらしいんですね、あの辺ね、沼地、で上をトンビが飛んでたらしいんですよ、でトンビから来て飛び板になったっていうオチがあるんですけどね、それは本当みたいですね、というわけで本日はこれら辺で失礼をいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。